バグっちゃうと、怪我をしちゃうんですよ。要は、肩関節前方脱臼起こした選手の、固有感覚上記のトレーニングの前と後の写真です。はい、こんにちは。最近はですね、抹茶にハマっている、そんなトレさんち、前田です。どうも。今日はですね、パフォーマンスピラミッド、前回説明したパフォーマンスピラミッドですね、それの一番土台となる感覚系についてやっていこうと思います。このチャンネルでは主婦でもトレーナーになれるをモットーに、分かりづらいトレーナー界をもっともっと分かりやすく発信していく、そんなチャンネルになっております。感覚って聞くと多分いろいろ出てくると思うんですよ。感覚ってどんなイメージですか？聞いたら五感っすよね。確かにそうです。ただですよ、そんな浅いトレーニングじゃ終わらないです。感覚、まあたくさんあるんですけど、トレサージで最も重要だなと思ったものをピックアップしてまいりました。でそのピックアップした中でもさらに重要だなと思うことを今日は説明していきます。1個目は固有感覚受容器、2個目は前庭核、3個目が視覚となっております。まずはなんですけど、一番大事だなと思っている固有感覚受容器からやっていきましょう。じゃあ固有感覚っていうのは何なのか説明すると、すごく簡単に言うと深部感覚です。深部感覚ってなった方に対してちょっとだけ説明すると、まあ、本当に分かりやすく説明するとですね、体を思い通りに使えるための感覚です。じゃあなんでこれが一番大切だなと感じるかっていうと、固有感覚受容器がバグっちゃうと怪我をしちゃうんですよ。でさらにですよ、その怪我が起こると固有感覚受容器も怪我をするんです。まあどういうことかっていうのは、そうですね、これから説明していきましょう。まずはこの写真を見てください。これは肩関節前方脱臼起こした選手の固有感覚上記のトレーニングの前と後の写真です。このように関節怪我した後って思い通りに動かなくなっちゃってるんですよね。ずれてますよね。でさらに次は側関節捻挫の選手の固有感覚受容器のトレーニングの前と後になっています。これもなかなかひどいですよね。こんな感じで怪我を起こすと固有感覚受容器が怪我をする、イメージ伝わりましたでしょうか。じゃあ深部感覚っていうものがどういったものか細かく説明していくと、まずこれは骨膜だったり、あとは筋、靭帯だったり、あとは関節、まあ腱に対する接触や刺激から、まあ、そこに対する運動を感覚するものです。じゃあどういった役割があるかっていうところは、まずは体の位置の感覚ですね。自分のどの部位がどの位置にあるのかっていうのと、あとは運動の方向です。この運動がどの方向に対して運動の力がかかっているのか、プラスその力の大きさ、どれぐらいの力が入っているか、どれぐらいの圧力がかかっているのかっていうところに役割があります。でこの中でも、まあ、最も有名なものといえば腱紡錘、筋紡錘するわけですね。多分皆さんもこれは聞いたことがあると思います。腱紡錘においては、まあ、骨格筋の両極端にある筋肉の張力に働く、まあ、ゴルジ腱器官か、そういったものを腱紡錘と言いますね。で筋紡錘に関しては筋肉の、まあ、水内筋内部にある筋肉の伸長に関する、どれぐらい伸びてますよっていうものに関する感覚器官となっております。じゃあ怪我が後発する部位っていうと、大体が筋腱移行部だったり靭帯なわけなんですよ。でこの筋腱移行部靭帯の
ところにあるっていうものがこの腱紡錘筋紡錘なんですよね。で、先ほどお伝えした通りにこの怪我が起こるとそこにある固有感覚受器も一緒に壊れるんです。で、そこからまた再発っていうことになっていくわけなんですよね。だから固有感覚受器って一番大事だと思うわけなんです。で、まあこれが思い通りにならないと体も思い通りに使えないということは、どれぐらいの力で蹴っているのかとか、どれぐらいの速さで体が動いているのかっていうことが起こらないのは固有感覚受器が悪いからっていう可能性がありますよね。だから一番重要だと思うわけなんですよ。で、次に前庭核に入っていきます。で、前庭核と視覚あるっていうお話をしたんですけど、この前庭核と視覚ってすっごい関係性を多く持ってるわけなんですね。なので一緒に説明をしていこうと思います。で、この前庭核ってじゃあまず何なのかと。前庭核って聞いたことあります？なんか聞いたことはありますよね。はい、はい、前庭核ってまあここ耳の奥にあるやつなんですけど、これが行っている役割としては、自分がどの角度で傾いているんだろうとか、どうやってどこに位置しているんだろう、まあこれはこういう感覚受器と被るところもあるんですけど、あとはどれぐらいのスピードで動いているんだろうっていうことを感覚するところです。で、視覚。視覚っていうのはまあもう皆さん聞かなくても分かりますよね。まあこう目から入ってくる感覚に対して、こう目の奥の網膜で感じ取るものですね。で、先ほどもお伝えした通りに、この前庭核、すごい目との関係が深いんですね。まあそれはまあ前庭核が姿勢制御だったり、あとは目を動かす反射に対して関係しているからなわけです。まず一つとしては、前庭核の反射として、前庭動眼反射とか、あとは前庭脊髄運動反射とか、そういったものが関係してきます。じゃあなんでこの前庭核と視覚大事なんだろうなと思うか、ご説明いたしましょう。先ほど説明した固有感覚受容器と視覚、固有前庭核が、まあこう運動に対してほとんどの役割を持っているわけなんですけど、実はこれって何パーセントが関わっているかっていうのがもう研究によって出てるんですね。で、先ほど一番大事で説明した固有感覚受容器は、これは 70% って言われてるんですよ。 70% すごいですね。で、前庭核の部分は 20%、 目の部分は 10% って言われてるわけなんです。おや？前庭核と視覚だけ 30% しかないの？お待ちください。 30% 舐めちゃいけないですよ。じゃあ皆さんそちらでやってみてほしいことがあるんですけど、まず頭を振りながら、いつものように携帯っていじれます？ブン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 ってやりながら、多分もう若者の皆さんだったら画面見なくても文字打てますよね。それを頭振りながらやってください。絶対できないです。これが 20% の力です。プラスですよ、頭振りながら目つぶって歩きますか？日頃やってますよね、歩くって。絶対できないです。頭振りながら目つぶって歩くっていうのは、おそらく超人の方じゃないとできないです。できた方はコメントください。 30% 舐めちゃいけないですよね。これが大切な理由なんですよね。この前庭核が弱い人の特徴って、まずは電車に乗っている時、他の周りの人より比べてフラフラしちゃった、ガタンって急になった時に一人だけ大きくつまずいてたりとか、あとは体操とかですね、なんか多分ちっちゃい頃とか体育でやったと思うんですけど、体操の前回りとか後ろ回りが下手くそな人って、これ前庭核が弱いんですよ。で、さらに、まあ、視覚が弱い人っていうのは、もちろん視野が狭かったりだとか、あとはすぐに物を見失っちゃう人とかですね。なんかこう街中誰かと歩いてたりして、こう横にいるはずの人がこう後ろを通ったりとかした時に、こうパッと見て見捨てられないとか、
そういった方が視覚の弱い人なんです。これはもう視力とは違いますよ。視力が弱いっていうのは物が見えないですよね。視覚が弱いっていうのはまた別のものです。で、本日紹介したこの3つの感覚に対して、次回はこれに対するテスト法だったり、あとはエクササイズ方法をやっていきますので、こちらも楽しみにしていてください。またこの動画がいいなと思った方は、動画いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。またインスタグラムもやってますので、インスタグラムの方もしっかり覗いてみてください。それではまた。